おはようございます。本日は鈴鹿セブンの藤原岳に登りに来ています。藤原岳には昨年の冬にも登りに来ていまして、実はその時が私の雪山登山デビューでした。ただその時は雪がほとんどなくて、山頂部分に少しある程度でしたので、思い描いている雪山ではありませんでした。本日は雪がしっかり積もっているという事前情報がありましたので、楽しみにして登っていきます。あともう一つ楽しみにしているのが、先日購入しましたモンベルのスノースパイク10を初めて使うということです。以前動画の方にも商品レビューを配信させていただきましたが、このモンベルのスノースパイク10をどんな場面で使うか楽しみにしながら登っていきますので、ぜひ動画を最後までご視聴ください。それでは行ってきます。だいぶ雪が積もってきました。7合目を過ぎてだいぶ雪深くなってきましたけども、まだ一応ノーアイゼンで登っています。おお、すごい綺麗。あ、ちょっと、おお、綺麗。あー、すごい。うわ、8合目が見えてきました。8合目でスノースパイク10を履きます。ここから先はこれをつけて安全に登ります。
ました。山頂だ。うわ、いっぱいいるな。藤原山荘に到着しました。うわ、すごい人が、はあ、たくさんいるな。山頂へ向かっています。山頂は人がいっぱいですね。ここから見ても人がたくさん見えます。ヒップソリを楽しんでますね。スノースパイクが非常にいいですね。やっぱりチェーンスパイクじゃなくてよかったです。グリップ力が格段に上がってますね。いや、すごい雪深い。これはすごいや、もう。風も強い。最後、山頂への最後の登り、風が強い。痛い。足がつる。山頂が見えてきた。山頂に到着します。おお、おお、すごい。ああ、
到着ですね。お願いします。あそこが藤原山荘ですね。まずあそこまで戻ります。皆さんひっそりで滑るんで、このそりの跡がツルツルですね。いやー来てよかった。いやー最高だ。去年は全然なかったですけどね、雪がもうくるぶしまでもないぐらいの少ない雪でしたけども、今年はもう最高ですね。スノースパイク10は本当滑らないですね。チェーンスパイクだったら今頃もうズルズルに滑って転んでると思いますけれども、今雪の斜面、結構急な斜面を下ってますけども、全然滑らないですね。買ってよかったです。
この美しさにはもう言葉いらないですね。頂上から下ってきました。はい、本日もご視聴ありがとうございました。まだ下山はしていませんけれども、あまりの美しさに撮影をしすぎてカメラのバッテリーが切れそうなので、本日はここでエンディングとさせていただきます。藤原岳、最高に美しい景色を見せてくれました。予想以上に雪があって、皆さんね、本当に楽しくスノーハイキングを満喫しておられました。私も試したかったスノースパイク10がですね、非常に効果的で、全く滑ることなく安全な雪山を楽しむことができました。今後もこのスノースパイクを使って安全な雪山を楽しんでいきます。最後までご視聴ありがとうございました。またどっかの山でお会いしましょう。